お送りしている曲は石川浩二さんで僕らはファンタジーをお送りしております。さてデータ FM 本社 A スタジオからお送りしているフリックモーション、今日はこの時間ゲストをお迎えしております。石川浩二さんです。はじめまして。よろしくお願いします。まずは、番組初登場ということで、先ほどね、お会いして早々にプレゼントいただいてありがとうございます。そうそうそう、チーズね。はい、実は石川さんが仙台生まれの方だと。もちろんいうことなんですが、すいません僕存じ上げておりませんでしたけれども、まあそのほとんどの人存じないと思いますけどね。そうなんですか。でもまあプロフィールなんかを見ればね、いろんなところでそんな話が出てくると思うんですけども、じゃあ本当にこの辺の、仙台市内で、まあ今の、まあ生まれはまあ国分町ですし、はい、育ちもね、はい、通ってたの立松町ですから、お今住んでるのも本町、ここからもう徒歩5分圏内だから、そうそうそう、この辺もしょっちゅう自転車で通ってますよ。そうなんですか。なんか意外です。なんか僕プロフィールを拝見させていただいて、その日本からフィリピンで今は活動する唯一のミュージシャンということなんですけれども、なんか世界をたくさん旅してらっしゃるという。実はなんだ、今日23日ですよね、はい、そうだ、1ヶ月ぶりなんですよ実は。仙台帰ってくるの。はい、ずっと外で出まして、そういえば。じゃあ拠点は主に仙台にあるんですか？自宅は一応仙台と、はい、あと、まあ、フィリピンでも、ずっと、曲作りとかフィリピンでやってて、うん、去年家買っちゃったんでね。向こうにですか？だから、ちょっと、まだまだ、なんか、向こうでも活動せざるを得なくなってきたな、みたいなね。すごいですね。じゃあその小さい頃から例えばいろんな国に行ったり。そうそうそう、一応生まれはこっちだったですけど、はい、小学校がね微妙にドイツに行かされたり、そう、父に家庭の事情とか、そう、はい、それでまたこっちに戻ってきたりとかでしたね、そういえばね。うわー、なんかものすごい、人生というか、まあ、いろんなところをじゃあ回ってらっしゃったんです。まあ選んだわけじゃないですけどね、最初はね。いやすごいですよ、羨ましいと思いますけど。千葉さんほどはではないと思いますけどね。いや僕逆に言うと仙台からほとんど出たことがないみたいな感じなんで。そうなの。あ、そっか。僕はね、いや、なんだろうね、こっちでなんていうのかな、下手にこうなんていうの、微妙な年頃に出入りしてるから、なんていうの、こういう中途半端な人間になっちゃったのかな。本当に、そんなことないですよ。なんていうんですか、こうやっぱネイティブな感じがものすごいするんですよね。オープンじゃないですか、まずお会いして。そう、すぐに でね、だって僕、はい、その辺で買い物しててもね、え、日本語前ですねとかって言われることあって。いやいや日本人ですと。でね、まあこれ、まあ本当の話言うんだけど、はい、毎日僕通う、まあ喫茶店があるんだけど、はい、僕のこと、まあアメリカ人だと思ってる女の子がいてね、もう英語で毎日毎日、もうこっちもこっちでもう、もうなりきるしかないみたいなね。なっちゃうんですよ。これでね、だって途中でね、俺ここ地元なんだぜっていうのも、なんかちょっと赤っ端書かせるのもちょっと悪いかなみたいなね。なるほどなるほど、じゃあまあそれに対応できる力はあるわけですよね。もう最近はなんかもう楽しんでますけどね、もうこの状況。すごいですね。その小さい頃にまずドイツっていうのがすごいですよね。僕まあサッカーをやってたんですけど、サッカーでドイツに高校時代に留学というか行ったことはあるんですけど、ドイツのどこ、いろいろと点々としました。ミュンヘンもそうですし、あ、そう、はい、とは何でしたっけ、小さい隣のルクセンブルクとか、ルクセンブルクね、はい、行きましたね。すごいコテンパに、ドイツの選手に、同世代の選手たちにコテンパにやられたんですよ。すごい上手だってね。僕いたの85、86年なんだけど、はい、やっぱり当時はほらすごい、まあ、今ちょっと僕あんまりサッカーから離れてるんだけど、はい、すごいやっぱりブームなのかどうか知らないけど、やっぱり進んでますよね、先進国ですよね、それはサッカーに関しては、そう、なんかやっぱりその育成の子供たちを育てる環境だったりもものすごい進んでるなっていう、だから今思い、サッカーで思い出したけど、やっぱり休み時間は遊ぶのやっぱサッカーでしたね。小学校の時。なんか僕も本当に感じたんですけど、その時に初めて僕海外に行ったんですね。その時にやっぱ海外の同世代の人たちって自分たちよりものすごい大人だなっていう感覚を
感じたんです。それはどこ？ドイツの。ドイツの、はい。うん、それはあるかもしれない。っていうのは、あまあこれ話すと長くなるんだけど、まあでもここに、ここに一応書いてるからね、はい、音楽始めたきっかけやって書いてるから、はい、まあそれに関連するんだけど、はい、こっちからドイツに、小学校の時ね、はい、行くと、うん、向こうの子供って普通に受け入れてくれたんですよ、これが。はい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 、僕というその異物をね。だけどね、難しかったのが、向こうから、ドイツからね、うん、こっちに日本の小学校に戻ってくると、なかなか受け入れてもらえなかったっていうのがあった。そうですね。すごく難しかった。なんかこう閉鎖的な閉鎖的だし、こうしないのはおかしいっていう、結構日本の法律、ルールみたいな、ね。ルールに、なんでそうできないのかっていうところで、日本の子供っていうのはやっぱりすごいシビアなんでしょうね。はい、それがいい悪いっていう意味では今は言わないけど、ただすごく難しかった当時は、はい、その日本の中に入ろうとすることが、はいはい、うん、それはそういう、そうじゃなきゃなかなか輪に入れてもらえないみたいな、そう、そういうのってありますよね、うん、だからすごく閉鎖的になっちゃって、うん、それがね、でも音楽結局やるきっかけになっちゃってるんですよね。そんなところか、うん、なんていうの、ね、友達ができないみたいなところがあったから、はい、うん、でまあそれ言ってしまうと、ドイツにも行ったから、うん、向こうで流行ってる音楽とか、ほら、小学校の時聞いてたのもあるから、はいはい、今言われてみると、微妙に、仙台にいる、まあそういうことだとか、はい、ヨーロッパに行ったことも、もしかしたらやっぱ関係してんでしょうね。僕、うん、いや、意外に今まで意識してなかったかもしれないけど、まあほら、地元だ、まあ一応住んでるし、はい、あんまりなんか自分で自分のこと探りたくないじゃないですか。多分、うん、やっぱそういう、まあそういうことがきっかけでね、その音楽を始めるわけになったわけですけども、そのとかね、うん、その幼少期そのドイツ行った以外に、やっぱ大人になってから今も変わらずその世界をいろいろ旅して回ってると。うん、まあ趣味として今はね、うん、この間、うん、まあ帰ってきたんですけど、はい、なんかフェイスブック僕見たら、見てくれました。キューバとかに行ってらっしゃる。そう、はい、もう大変でしたけどね、いろんな意味で、100年前みたいな世界だから。なんかでも素敵だなと思います、その世界放浪記と台をつけてたくさんの場所のいろんな景色が載ってたりとかするので、ちょっとつい見入っちゃうような、見てる方はね。でも実際行ってるとね、飯はまずいわとかタバコ臭いわとか見てる方は楽しいかもしれないけどね、実際いると大変でしたけどね。いや、そのストレート感が僕ものすごい良くて、うんうん、なんかご飯が美味しくないとかって書いてあったとか、うわすげえとか思って、でもそういうのっていろんな、例えば音楽にも影響してもらってくるんですか。そりゃまあ影響させようって意識はしないけど、はい、する方が多分おかしいと思うんだよね、うん、で間接的にすればいいと思ってるんで、うん、だから何だろうな、大体僕最近は音取りは全部フィリピンでやってるんですね、はい、でボーカル取りは仙台の作業、自分の、うん、スタジオでやってるような中なので、歌詞とかも、まあ、この辺で書けてるんですけど、はい、何だろう、やっぱりその日本の生活感はまあ完全に捨てたくはないしね、うんうん、だからそういう意味ではやっぱ日本に仙台の拠点は、うん、外したくはないし、うん、かといってここだけに行ってもほら、うん、世界いろんな世界観、まあ、一応取り入れていかないといけないっていうのもあるから、はい、うん、そのバランスを取ろうとしてるんでしょうね多分ね、うんうん、いやすごいおっしゃってることが分かります。え、どうして。いや、やっぱり僕もその世界に出て初めて気づいたことたくさんあるし、そのやっぱ、あ、なるほどね、狭いところでは分からない部分ってサッカーはね、はい、サッカーでもっていうかサッカーは特にそうでしょう、はい、うん、なのでやっぱその石川さんがおっしゃってる、うん、仙台日本人であるというまず自分は捨てられないけども、そう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 、ね、うん、世界に出ていろんなものを見ることも自分にとっては大切なことだと、うんうん、あれかもしれない。でもサッカーに似てるかもしれない。サッカーでもほら日本では知られてないけど、ほらあるその、うん、ね、はい、どこどこの国ではこうもう受け入れられるじゃないけど、はい、第一人者みたいな、はいはいはい、いますいます、いるじゃないですか。特にアジア圏なんか多いですよね。多いでしょ、はい、うん、僕もそれがあるかもしれないな。うん、もうフィリピンではね、一番最近困ってるのはね、フィリピン要するにマーケット小さいから、はい、また石川浩司あいつに呼ばれたら、あ、何一流になったぜみたいに思われる傾向が最近あってね
うん、ちょっと言い訳の仕方がちょっと最近困りは、ちょっと困ってきてるんでね。あ、呼んでほしいオファーが来る。そう。あの、だって、だから向こうで活動してる、まあ、唯一の日本人だから。うん、うん、なるほど、なるほど。サッカーでもあるでしょ、まあ、それ。あります、あります、うん、そうそう。まあ、そんな情報が出ましたけども、そのね、12月25日に、はい、ニューアルバム、ファンタジーをリリースされましたということで、はい、まあ、こちら僕も、あの、お伺い、お聞きしたんですけども、やっぱそのワールド感というか、うん、あの、まあ、この、レコーディング自体が先ほどおっしゃってましたけども、うんうん、一発撮りで一発撮りね、レコーディングされたアルバムということなんですけども、うんうん、なんか僕本当に聞いた直感でたくさんのなんか、うん、テイストの感じの曲が聞き取るんですね、うんうん、やっぱそういうのも世界観いろんなところから見て回ってる方だからこそなのかなっていうふうに感じましたけど、出そうと思って出そうと思ってなかったんだけど、ほら、アルバムってね、一応基本、1曲目から最後の曲まで一つの、まあ、まあ、物語じゃなきゃいけないので、うん、まあ、まあ、今回も5枚目にもなるし、はい、それぞれに結局コンセプトっていうかカラー入れていかないといけないでしょ、うん、っていう中で、やっぱり物語なんで単調じゃいけないので、はい、あんなのからこんなのまでっていう、やっぱり種類入れていかないと、はいはい、と思うんですよね、うん、楽しむためには、はい、うん、なるほど、今回でね、先ほどお話ありましたけど通算5作目のフルアルバムということなんですけども、やっぱその一発撮りにこだわったっていうのはそのまあ1回で撮ることによって何ですか、このその場のノリというかライブ感というか、あの、まあ、まあ昔はね、例えばあの、うん、まあ、あの技術がまだそのない時っていうのは、はい、あのそれしか方法がなかったかもしれないね。でも今の場合、まあ逆にその選択肢がまあありすぎるっていうのも、まあ、まあそれはいいか悪いか置いといたとしても、写真とかでもあると思うんですよ、あのオフの時オフショット、はい、あの撮るぞって言って撮られると人って構えるじゃないですか、うん、でもあのあの自然にね、あ、こんな時撮りたかったのにっていう人って多いと思うね、うんうん、で音楽も結局同じで、やってませんよ、撮ってませんよ、これリハですよっていう時の方が意外にあの、ね、人間味が出たりするから撮ってることを内緒にしといて、ずっと回しっぱなしにしといて、一応リハなもう何テイクか撮って、あのそれでいいのを使うみたいなやり方を今回やって、そこ、うん、なんだろうな、まあ、まあ、昔だとそんなやり方しかなかったって今言いましたけど、うん、今だとね、結局デジタルで、はい、圧倒的に記録の、あり方としてはもう有利だから、はい、あえてその、あえてそのアナログ感にこだわったとか、固定って、ここで、古臭いやり方かもしれないけど、うん、記録が非常に、クオリティ、うん、今の時代の方がいいので、意外にいいと思うんですけどね。なるほど、今の時代だからこそこういうやり方、はい、うん、ね、そんな皆さんぜひ、そのアルバム聴いてみてほしいなと思います。すいません、前半部分僕もちょっと喋りすぎてしまいました。あ、まあ、まあ時間となってしまいます、うん、リスナーの皆さんにちょっと石川さんの方からメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。ね、何でしょうね、まあまあその辺、まあ、道歩いてたら声かけてね、みたいなね、うん、同じ仙台人でございますからね。そうそうそう、はい、日本語でいいよみたいなね、はい、そんな石川浩二さんのその他詳細などはね、随時 Facebook や Twitter などでアップされていきますので、ぜひチェックしてほしいなというふうに思います。それでは最後にですね、一曲曲紹介をいただいてお別れをさせていただきます。これはもう本当にその日その場で、作って撮りましたので、ワイナイプライドという、タイトルをつけました。それ聞いてください。誰もこの時間のゲストは石川浩二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。